私はマリ。政財界の子息子女が通う本能寺学院に通っております。最近お顔の色がよろしいですね、マリお嬢様。あら、わかるかしら恋をされているのですね。当ててみせましょうか。学級委員長のジルさんでしょ。まあ、何でもお見通しですのね幼い頃からお嬢様の付き人ですから。私、思い切って告白してみるつもりですの。恋人を作るということですか。私たちはまだ学生なのに。急いだ方がいいですわ。ジル様はとても表になりますし。それに、先日のアンケートで、この学年の女子の8割以上は恋人がいた経験があると出ましたのよ。言われてみると、そんなデータありましたね。世間の高校生に比べて、女子だけ随分高いなぁと感じたんですが。ねえ、マリさん。ジル様？確かクラシックに詳しかったよね。今度一緒に演奏会に付き合ってくれないかな。私がジル様と？お帰りなさいませ、マリお嬢様。演奏会はいかがでした？素敵でした。ジル様と正式にお付き合いすることになりましたわ。おめでとうございます、お嬢様。こうして私は初めて殿方とお付き合いすることになりましたの。恋人同士になったんだから、たくさん話してお互いのことを知り合おう。ええ、ジル様。早速だけど、マリさんのあの日っていつ？おいほ。なぜそんなことを？愛する人の月のものを把握するのは当然のことだよ。そうですの？申し訳ございません。私、世間知らずで。恥ずかしいので、内緒にしておいてくださいね。通例でしたら、数日中には来ますわ。ジル様、こちらが私のお気に入りスポットですのよ。ここ、教会？十字架？ジル様、どうされましたの？君の秘密を教えてもらった以上、俺の秘密も教えなければならないだろうな。決して口外しないと約束してくれるかい？もちろんです。俺は吸血鬼の末裔なんだ。吸血鬼？映画に出てくるあの？だから十字架に弱い。申し訳ございません。そうとは知らずこんな場所に連れてきてしまって。体にかなりのダメージを受けてしまった。今救急車を呼びますから、しばしの我慢を。医者ではダメだ。処置の血、それを吸えば回復する。どうぞお吸いになってください。私、ジル様のためでしたら。いけないよ。首から吸血したら君を吸血鬼に変えてしまうじゃないか。だから君のあの日の液を瓶に詰めて渡してくれないか。あの日の駅を？さっきの質問はそういう意味でしたのね。そうさ、月に一度処置の血を摂取すれば吸血鬼の弱点が顕在化しなくて済むんだ。ところが今まで血をくれていた姉が先月嫁に行って処置ではなくなってしまった。姉が嫁入り前にくれた最後の血が薄れてきた。だがいずれ俺は太陽さえ浴びることができなくなるだろう。月のものが来ましたら必ずお渡ししますわ。あと数日の我慢です。ありがとう。ではこれを履いて血液を採取してくれ。こんなものを？恥ずかしいですわ。姉が使っていた専用の器具なんだ。このことは誰にも言わないでくれ。君と仲のいいレリアにもだ。ところが数日経っても生理が訪れません。やましいことがあったわけではなく、私もともと生理不順ですの。ああ、どうしましょう。ジル様が死んでしまいます。こうなれば頼れるのは。デリア、あなたそろそろ生理の時期ですわよね。今真っ最中です。今回は特に重くて超辛い。その液を私にください。あの、お嬢様、もしや変なことに関わっていませんか？
いえ、私は何も。関わってなきゃそんなものを欲しがるわけないですよ。たとえ秘密を漏らしたことで嫌われてもジル様の命には代えられない。そう考えた私はレリアに打ち明けました。ジルさんが吸血鬼？他の方には絶対秘密ですのよ。翌日の放課後、ジル様、頼まれたものです。ありがとう、君は俺の命の恩人だ。本当にそんなもの飲んで大丈夫ですの？ああ、生き返った。愛しい人の血は最高だ。ありがとう、君は俺の命の恩人だ。ジル様？マリー、愛しくてたまらない。君と一つになりたい。それって、愛する人を抱きたいと思うのは自然の摂理、意志の力ではどうにも抗えないことさ。今から俺の部屋に行こう。嬉しい、私のことを本当に愛してくださるのですね。当然さ、永遠の愛を誓うよ。これでまた一人いただきだ。この学院のお嬢様たちは頭の中お花畑だらけだからな。処女を奪った上でもう君の血では効き目がないと嘆けば、涙ながらに別れてくれる。一人一回やれば十分、目指せ千人斬りだ。お待ちを、マリオ嬢様。レリア？ジルさんのことを調べ上げました。やはり吸血鬼ではありません。え、では処女の血を飲むのが趣味のただの変態です。これは俺とマリとの間のことだ。関係ない人間は口を挟まないでもらおうか。関係はあります。さっきあなたが飲み干したのは私が用意したものですから。何？ごめんなさい、私生理が遅れていて、急がないとジル様が死んでしまうと思ってレリアに頼んでしまったの。何？さっきのは君のものだったのか。それはそれで。あ、それで何ですか？ちなみにさっきのは血じゃありません。それっぽく匂いをつけたトマトジュースです。なんだと？それで元気になったというのが吸血鬼ではない証拠。ちなみにお嬢様同様、永遠の愛を誓われた女性がこの学園には何十人もいらっしゃいます。俺の恋人はマリだけだ。そりゃ過去の恋人はもう捨てましたからね。一度処女を奪えば用済みとばかりに。本当ですの？世間の平均と比べ、私たちの学年の恋愛経験者率があまりにも高すぎたので調べてみたのです。みんな過去の彼氏の名は一致していました。ジルさん、私を騙したのね。許せません、お父様に相談します。政財界の全てを敵に回したと覚悟しておきなさいね。はジル様は学院長の娘を含め多くの女性に不貞行為をしていたことが判明し、退学処分に。結局お日様の下を堂々と歩けない吸血鬼のような弱点を背負ってしまわれたそうです。顔を見られたら報復される。方針演技は今から3000年ほど前に起きた中国の政変をもとにした物語じゃ。これを現代日本風にすると。僕はアンリ、イングループで専務をしている。海外出張を終え本社に帰ると、君たちお昼休みなのに昼食を取らないのかい？ノルマがひどすぎて昼休憩どころじゃありませんよ。ノルマが果たせなかったらお給料を減らされて昼食代が。社員たちは理不尽なノルマに追われ昼も夜もなく働かされていた。ううあ、君！状況は把握していたが、ここまでひどいとは。僕は直談判しようと社長室のドアを開けた。社長、お話があります。そこにはいつもの光景が待っていた。社長、タツキ、クルーザーが欲しいな。必ず買ってやるからな。社長、社員たちが次々に過労で倒れています。ノルマを緩めてください。ダメよ社長、
ノルマを緩めたらクルーザーを買うのが遅くなるじゃない。そうだそうだ、タツキちゃんの言う通り。このタツキという女を愛人にしてから社長はおかしくなった。若い頃は聡明だったのだが、アンリ君、俺は若くしてこの会社を継いでしまった。父に及ばないところや社員たちの不安はよくわかっているつもりだ。社員たちの不安や不満の声は包み隠さず伝えてくれ。資材を削ってでも社員たちには不自由をさせない。社長。そうして社長は会社を発展させ、一大グループに押し上げたのだ。それが今では。タツキ、別荘欲しいの。タツキちゃんの欲しいものなら何でも買ってやるぞ。社長、社員たちが次々に倒れたり逃げたりしています。至急改革を。こういう中間をする役員がいると必ず取り巻きの関心が出てくる。君、それは今の若い奴らが根性なしだからだよ。俺の若い頃はこうじゃなかった。常務、あなたは会社の危機を分かっておられるのか。アンリ専務はいちいち口うるさいのよ。私の経営方針に口を挟まないで。タツキさんはただの秘書だろう。何の権利があってそんな言葉を。社長、アンリ専務は視野が狭いのでは。なら崩落カンパニーの社長にしたらどうかしら。崩落カンパニー、私が提案した新しい子会社よ。社長就任を楽しみにしていなさい。崩落カンパニーはまさにこの世の地獄だった。ノルマに足りないじゃないか、どうするんだ。しかし商品が片落ちの不良在庫品では売りようが。貴様、会社を批判する気か。いえ、そんな。営業マンたちは家族や知人に土下座をして不良在庫品を買ってもらう。人間関係は崩壊。ついには。給料を前借りさせてください。そのお金で我が社の商品を買います。それでいい。お前のようなゴミが転職できるはずもないのだからな。コンプレックスを植え付けられて会社に縛られ、身を焼きながら破滅していく。古代中国にあった崩落刑そのものだった。やめたまえ。自爆営業などさせてはまともな社員が辞めてしまう。やめやしねえよ。こんなゴミ、うち以外どこの会社でも雇ってくれるはずがねえ。なあ、そうだろ。はい、私はゴミです。この会社に置いてもらえて幸せです。やめろ、壊れかけているじゃないか。これが着任初日に見た光景である。以後こんな方針は全て改めさせる。僕は。知っているよ、新しい支社長のアンリだろう。そうだが。タツキさんからあんたの言うことは聞かなくていいって言われてるのさ。誰もあんたなんか相手にしねえよ。それからは社長室でネットをするだけの毎日。仕事がない、完全な飼い殺しだ。ある日、イングループ社員の集う掲示板を眺めていると、なぜか私名義での書き込みがあった。タツキさん天才だし、全部任せて安心している。崩落カンパニーは優良企業。自由営業は営業マンたちが自主的にやっていること。会社に責任はない。はあ？私は慌ててそのレスに反論を書き込んだ。なりすましはやめろ、僕はそんなこと一切思ってない。するとすぐに返信。ご本人登場、釣りにマジレスオーツ。掲示板では有名な釣り師だったらしい。私はムッとしつつブラウザを閉じた。直後に机上の電話が鳴り、それに出ると。もしもし、アンリですが。掲示板の釣り師じゃ、先ほどは失礼した。なんであんなくだらないことをするんですか。わしは遊びで釣りをしているのではない。あなたの心を知るためじゃ。イングループを売る真の経営者が針にかかるのを待っておった。社長室にその釣り師を呼ぶと、金持ちという老人だった。就職経験はない。72歳のこの年までずっとニートじゃ。筋金入りですね。だが彼が語り出すと驚いた。金持さんはイングループの現状ややるべきことまでを的確に指摘したのだ。素晴らしい。確かにそれなら
イングループを救える。金持さんこそ私の対抗棒だ。72歳にして初就職じゃ。私は彼をインターンとして雇うことにした。その頃、社長とタツキは購入したクルーザーで世界一周の旅に出ていた。これぞ七肉林の宴。社員たちを過労死させながら贅沢するのは最高ですわね。聞きましたか、アンリのやつが万年ニートのじいさんを話し相手に雇ったそうですよ。聞いたわよ。飼い殺しに耐えられず狂ったのね。一方、私と金持さんは他の役員や幹部たちとリモート会談を繰り返していた。めっそうもない、今の経営体制に不満なんてありません。本音は言えませんか。私も家族を守らねばならない立場なので。ならば株を買って資産を増やされては。そう言われても。警戒されるのも無理はない。ならばまずわしがこれから有名柄の動きを観察なさい。必ずや値上がりするから。金持さんの指定した株は軒並み値上がりした。株を買った役員たちの懐が潤うと、リモート会議でも本音が出るようになった。社長はあの目狐に狂わされたんです。新体制による立て直しが急務だ。はあ、役員たちが首を恐れることなく正しいことを貫けるようになったんだ。方針演技の時代は貝殻が通過じゃった。金は戦う力を与える。現代版パオペじゃな。そうなると謎は金持さん自身にある。しかし、なぜここまで株の値動きが。あなたには予知能力があるのですか。いやいや、わしは働かない代わりに株取引をしておってな。昭和から令和に至るまであらゆる企業の研究情報収集を行っていたのじゃ。なるほど、ならば見識の高さもうなずけます。やがて社長とタツキが首知肉林の船旅から帰ってきた。ああ、楽しかった。次は自家用飛行機を買いましょう。だが、社長帰国後の最初の会議で、あなたの代表取締役からの解任決議案を提出いたします。何を言っておる？私たちに歯向かうなんて、首がいらないのかしら？社長、あなたの交遊費、クルーザーの購入代金、すべて会社の金を不正流用したものですね。え？証拠も確保してあります。裁判の覚悟をしておいてください。代表取締役社長の解任に賛成の方はご起立ください。その後も余罪が次々に発覚。社長とタツキは多額の賠償金を抱えたまま刑務所送りになった。ちょっと七肉林しただけなのに、なんでこんな目に遭うのよ。こうして社長とタツキは破滅、推挙され、イングループの新社長に私が就任。組織を再編し、シューグループと改名した。どうやら健全な経営体質になったようじゃな。すべて金持さんのおかげです。ありがとうございます。金持さんはその功績から、グループ屈指の会社である最小時の社長に、会社とグループを日本屈指の大企業に発展させた。柄ではないが、まあしょうがないの。さらには72歳までニートでしたが、天下を取りましたを執筆。これは現代の陸東三略と呼ばれ、人生を戦う者たちの兵法書となっている。私はレリア・オハラ。この老人介護施設で介護士として働いている。エリさん、お散歩に行きますよ。その日現れたのは上品そうなご婦人だった。何かご用ですか？お母さんに会いに来ました。いつも気難しいエリさんが急に表情を変えた。おお、ナオミ、会いに来てくれたんだね。お母さん、なんでここに？私は親子がゆっくり話せるように手配しようとした。お母様と面会ですね。なら談話室に。違います、私はお母さんに会いに来たんです。お母さんに会いに来たわけじゃありません。仕事柄ちょっとボケている人の相手をすることが多い。このナオミという女性もその類なのかと思った。
若いのに大変だな。その時現れた影が、ナオミ、お母さん。サラさんだ。私の担当ではないが、冷静で穏やかな印象の女性だ。なんだかややこしいことになってきた。エリさんとサラさん、どちらがナオミさんのお母さんなんですか？私です。私が本物のお母さんだよ。話を聞くと、二人とも本当のことを言っていた。一人の娘を取り合う二人の母。江戸時代の奉行所が頭に浮かぶ。私が母です。この子は私の子よ。大岡さばきかな。発端は直美さんが小学生だった時に遡る。あれ、お母さんどこへ行くの？そんな大きな荷物を持って。直美、今日であなたのお母さん辞めるわね。え？お母さん好きな人ができたの。その人のお嫁さんになるのよ。迎えに来たぜ、マイスイートエリー。行きましょう、ハニー。待って、置いていかないで、お母さん。幼いナオミさんは訳も分からず泣いて暮らし、お母さんどこへ行ったの。妻の浮気さえ知らなかった父親はショックで叫びたりになった。エリー。そんなナオミさんを励ましてくれたのはカレンさんというクラスメイトだった。ナオミちゃん、元気出すのだわ。カレンちゃん、ありがとう。そのカレンさんにも悩みがあり、実は私の家、新しいお母さんが来たんだけど、全然馴染めなくて。カレンちゃんも、みんないろいろあるんだね。やがて、授業参観の日が訪れた。今日はお父さんやお母さんに、みんなの勉強ぶりを見てもらおうね。うち誰も来ないから。私は来てほしくないのだわ。カレンちゃん。教室の後ろにはカレンさんに手を振るエリさんがいた。お母さんよ。あの人なのだわ、新しいお母さん。嘘でしょ、うちから出て行ったお母さんだよ。え？ねえ、あの人、こないだはナオミちゃんのお母さんだったよね。ひそひそ、ひそひそ。授業が終わった後、ナオミさんはエリさんに話しかけた。お母さん、久しぶり。見に来てくれたの？帰ってきたのは、冷酷な目だった。勘違いしないで。あなたを見に来たわけじゃないわ。お母さん、そんな。今の私は、カレンちゃんのお母さんなの。ナオミさんは不登校になった。カレンちゃんにどんな顔して会えばいいの？事態が変わったのは家にサラさんが訪れてからだった。サラおばさん？姉さん、何のよ。ナオミのお母さんになりに来たんですよ。え？二人ともその顔じゃちゃんとご飯食べてないでしょ。私が作ってあげます。お父さんの姉であるサラさんが母親としてナオミさんを育ててくれたそうだ。このコロッケ美味しい。お袋が作ってくれたのと同じ味だ。よかった、また作ってあげますね。それから数十年後、施設で二人の母親と娘との話し合いが持たれた。私が会いに来たお母さんはサラさんです。エリさんに用はありません。ナオミ、実の親にここまで寂しい辛い思いをさせて平気なのか。それでも人間か。ナオミさんは冷たくエリさんを突き放した。娘と旦那を捨てて授業参観に友達の母親として出てくる女よりは人間らしいと思いますが。エリさんは泣き落としに出たが、あれから寂しかったんだよ。新しい家族にもすぐに捨てられて。捨てたの間違いでしょ。またすぐに別の男性と浮気して出て行ったってカレンから聞いています。だから何さ、お前を産んであげたのは私だよ。ナオミさんがエリさんにかけた最後の言葉は、あなたから生まれたことが私の人生最大の汚点です。エリさんは復讐決意。老人ホームの恐ろしさを思い知らせてくれる。さらめ孤立させてやるからな。
施設内の老人を味方につけようとサラさんの悪口を言いふらし始めた。ちょっと聞いておくれ、サラさんったらひどいんだよ。私の娘を奪い取って。なんだいエリさん。していいことと悪いことの区別がつかないエリさん。伝えていいことと悪いことの区別もつかず。なんだそりゃ、エリさんが悪いんじゃないか。そんなプレイガールだとは思わなかったよ。うちのじいさんに話しかけないでおくれ。しっしっ、うぎゃー。老人たちの輪にも入れてもらえなくなり、さらに寂しい老後生活を送るのだった。ばあさん、サラさん、みんなでお茶を飲みましょう。はい、娘がお土産に持ってきてくれたお菓子があるんですよ。美女と野獣は1740年にフランスのビルヌーブ夫人によって書かれた物語。容姿が釣り合わない恋愛の代名詞にもなっている。これを現代風にすると、俺はすぐる高校生だ。ああ、胸がときめく。これが恋というものか。野獣くん、またリリアちゃんのこと見てるよ。あの顔で？キモ。家が製薬会社だから変な薬を使ってさらうつもりかも。はは、何それ、怖っ。陰口を叩かれていることは知っている。自分がレリアに釣り合わない顔だということも分かっている。ただいま。お帰りなさいませ、スグル様。メイドのサラは俺の教育係、母親代わりに俺の心配をしてくれる。何かお悩みがあるようですね。いや、別に。オハラ・レリアのことはすでに調査済みでございます。え？レリアはかつてオハラ商事のご令嬢でした。オハラ商事って確か。はい、1年半前に倒産した企業です。以降レリアは貧窮した生活を送っているようです。学費の支払いも滞り、今月には退学の予定とか。俺に何かしてやれることはないのだろうか。中退は彼女の今後に悪影響を及ぼす可能性がある。レリアを住み込みメイドとして雇うというのはいかがでしょうか。この屋敷で同居するってことか。生活にも困窮する彼女です。家族を養えるだけの高額な給与と衣食住、そして学費を約束すれば承諾するのでは。こうしてレリアは俺の屋敷にメイドとして生活することになった。レリアです、よろしくお願いいたします。よろしく。レリア、頑張ってるね。はい、スグル様。学校は順調かい？はい、スグル様。レリアが俺のものになったんだ。夢のようだ。スグル様は思い違いをされておられる。幸せな気分は屋敷の中だけだった。学校に行くと再び以前の現実に立ち戻る。レリアちゃん、放課後みんなでカラオケ行かない？いいわよ、今はシフトがゆるゆるだから。レリアって本当に野獣くんの家で働いてるんだね。そうしないと学校に通えないもの。スグルってキモくない？きっとお風呂とか覗かれてるよ。レリアは可愛いし言い寄る男も多い。それに比べ俺は毛深いというコンプレックスのせいで友達さえいない。カラオケとか行ったことないし、混ぜてって言っても絶対キモがられる。俺はレリアを自分のものにするアイデアを考え、さらに相談した。屋敷に常駐するよう彼女の雇用契約を変更するということですか？ああ、学校に行けなくするんだ。レリアとその家族の生殺与奪を握っているのは俺だからな。賛成できません。黙れ、俺はレリアを誰にも渡したくないんだ。給与を上げていただけるのはありがたいですが、学校に行けなくなるのは困ります。学校は通信教育で卒業資格を取れるよう手配した。何か問題があるのか？約束が違うじゃありませんか。家族の借金も肩代わりしてやるんだ。君にとって悪い話ではないだろう。うん、これは俺の君に対する愛情なんだ。分かってくれレリア。シフトがキツキツなので以前のように自由な行動はできなくなります。はい、契約を破れば莫大な違約金が発生します。気の毒ですが理解してください。レリア、頑張ってるね。はい、スグル様。通信教育は頑張ってるかい？はい、スグル様。何かが違う。おや、
すべてはスグル様の思う通りでしょう。この方法ならば、彼女との結婚もたやすいはずです。そんなことをしても、幸せになれない。俺も、レリアも。お悩みのようですね。なら、少し昔話をいたしましょうか。ある企業の社長夫妻に、玉のような男の子が生まれました。なんて可愛いお顔。お前が我が社の後継者だぞ。しかし、社長夫妻は仕事で海外を飛び回り、めったに日本に帰ってこられません。そこで、信頼できる執事に息子を預けます。息子を頼んだぞ。お任せください。立派な後継者に育て上げてみせます。執事は優秀で勤勉な男でした。礼則にも教育をしっかりと施します。坊ちゃま、差別をしてはいけません。みんな、平等ですよ。わかった。差別はいけない。十数年後、長期出張を終え、日本に戻った社長は、執事に縁談を紹介しました。君に似合う女性を探してきたんだが、お付き合いしてみないか。ありがとうございます。しかし、私には結婚したい方がいるのです。それは知らなかった。もしよかったら、会わせてもらえないか。会うも何も、私が結婚したいのは、あなたの息子、ご霊息です。何を言っているんだ。君も息子も男性じゃないか。おや、同性愛者差別ですか。いけませんよ、差別は。社長は激怒しました。貴様、息子に手を出したのか。まさか、愛し合う者同士以外が肌を重ねるなど、私の美学に反します。社長は安心しましたが、それも一瞬でした。息子は本人同士が好き合っている女性と結婚させるつもりだ。君は諦めたまえ。うそんな未来はありえません。ご霊息を愛する女性など未来永劫現れないからです。息子は妻に似て美形だし聡明だ。愛されないはずがないだろう。社長、この薬を覚えておいでですか。我が社で開発した増毛剤だな。だが頭のみならず全身が毛深くなってしまうので製品にはせず廃棄したはずだ。私が回収しておいたのです。そしてご子息に飲ませました。なんだと。お父様、剃っても剃っても生えてくるんです。すぐる、なんという姿に。この姿を愛せるのはこの世に私だけでしょう。そして薬の効果を解除する方法はこの世にない。執事は社長に迫りました。さあ、結婚のご許可を。同性婚が可能な国は調べ上げております。貴様。社長は執事を屋敷から追い出しました。クビだ、出て行け。ご霊息は私が愛を注いで育てました。誰にも愛されなければ必ずや私の元に帰ってくるはずです。昔話は以上になります。そうだったね。追い出された執事の後任にサラ、君が指名されたんだ。愛する者の可能性を閉ざして自分のものにしようとする俺がレリアにしていることはあの執事と変わりがなかった。でしたらスグル様。ああ、レリアは自由にする。俺は心まで野獣になるところだった。数日後、俺はレリアに解雇を申し渡した。俺が悪かった。もう自由にしていい。お詫びになるかわからないが、君が望む未来を得るための援助は惜しまない。ありがとうございます。レリアは進学のため高校に復学して勉強をするそうです。当然だな。レリアなら普通の青春を過ごせる。俺と違って。十数年後。お迎えに来ましたよ、坊ちゃま。さぞかしお寂しかったでしょう。さぞかし毛深く私好みのお姿になられたはず。さあ、愛欲の日々を過ごしましょう。残念だが愛は足りている。バカな、あの薬の効果は生涯続くはず。それは私が解かせてもらったわ。誰だ私のスグル様を。私の旦那様よね、スグル。おっと、
レリアが医学者になって研究をしてくれたおかげで本来の姿に戻れたんだ。マカナ、社長夫人になる私の野望が。美女と野獣の原作は醜い妖精が王子を自分のものにせんとして獣化の呪いを王子にかける。それを美女の愛が解いたという筋立て。細かい差異はあるが、現代風に直せばこんなストーリーだろう。どんな姿でもあなたが好きよ。信じられる人に巡り会えて俺は幸せだよ。アリとキリギリスは紀元前6世紀頃の現在のトルコ付近で生まれた。イソップという奴隷が語ったとされる童話。働き者のアリを遊んでばかりのキリギリスが嘲笑うところから始まるお話。最後はアリが報われ、キリギリスが報いを受けるという結末だが、これを現代風にすると。僕はアンリ、高校3年生だ。よう、アンリ、この後カラオケに行かねえか。ネロ、悪いけど遠慮しておくよ。大学受験が近いからね。大学って遊ぶところだろ。その予行練習だよ。それはネロの価値観だろ。僕は大学で勉強したいことがあるんだ。それに第一志望に合格したらタツキさんに告白するって決めているから。へっ、ぼやぼやしていたら誰かに取られちまうぞ。数ヶ月後、僕は猛勉強の末に第一志望校に合格した。やった、これでタツキさんに告白できる。入学手続きの帰り道、僕はとんでもない光景に出くわした。よう、アンリ。ネロ、それにタツキさん。まあご覧の通りってことだ。言っただろ、ぼやぼやしていたら誰かに取られちまうぞってな。そんな、僕は受験に成功したらタツキさんに告白するつもりで。俺は遊びに誘ったついでに告っただけさ。彼女ちょうどフリーだったからあっさり OK してくれたよ。そんな、お前まさかアリとキリギリスの話を信じてるのか。努力したものが報われるってか。あるんだよ、楽して甘い汁を吸う方法ってのがさ。そいつを探し当てたものが勝ち組になるんだ。ネロ君の言うことももっともかもしれない。そう思いつつ、僕は生き方を変えることができなかった。大学に入っても結局勉強漬けだ。大学卒業後、製薬会社に就職しても変わらず。けど研究者としてたくさんの人を救うのが僕の夢だから仕方がないんだよな。一方、ネロ君とタツキさんは楽しい青春を謳歌したようだ。音楽は人生だ。そして数年後、同窓会か。みんなどうしてるかな。とうに結婚していてもおかしくない年齢なのに、僕は恋愛の一つもせずに研究漬け。ネロ君にバカにされるかもしれない、そう思いながら会場に入った。みんな久しぶり。よう、アンリ、よくのこのこと顔を出せたもんだな。この恥知らず。みんなの冷たい視線が一斉に。一体何が。会場にはお腹が大きくなったタツキさんと僕を睨みつけているネロ君がいた。俺の婚約者の腹をでかくしておいてよくも。責任取りなさい、アンリ君。あの、一体何のことだか。まだとぼけているのか。証拠は上がっているんだよ。戸惑う僕の前にタツキさんはボイスレコーダーを差し出した。それを再生すると。アンリ君久しぶり。驚いたよ、タツキさんに喫茶店に呼び出されるなんて。実はネロ君にプロポーズされたんだ。彼のご実家ってどんな感じなの、教えてくれないかな。僕はネロと幼馴染だ。タツキさんが義実家になるネロの家庭に関して尋ねる会話から始まって。う、なんか頭が痛い。それはいけないな、タツキさん、この頭痛薬を飲むんだ。僕がタツキさんに薬を飲ませ、最後には眠っているタツキさんを僕がホテルに連れ込んで。ここはどこ、体が動かない。さっきの薬は僕が会社で研究中のしびれ薬だ。検査しても証拠が残ることはない。僕の努力を無視してネロを選んだお前を幸せになんてするものか。いや、やめて、アンリ君。最後には生々しいジョージの音声が続いていた。
の夜からしばらくしたら赤ちゃんが、製薬会社社員の立場をこんなことに使うなんて見損なったよ。悪党め、たつきさんがボイレコを用意していたのに気づかなかったんだな。そんなことはしていない。何かの間違いだろう。もう妊娠7ヶ月なのよ。赤ちゃんを下ろせない時期なのに逃げようなんてひどい。7ヶ月前なら僕は日本にいないよ。え？普段はサンフランシスコの研究所にいるんだ。同窓会のために今帰国してきたところだよ。ネロ君の顔色が一瞬変わったが、サンフランシスコ、しまった。アンリ君が日本に帰ってきた時に会ったのよ。そうだ。そんなものアリバイにならないぞ。シュラバーというやつだ。恋愛経験のない僕は思考停止してしまっている。ネロ君は僕に迫った。お前、慰謝料を払ってタツキと結婚しろ。そしたら会社にはこのことを黙っておいてやる。え？悪い話じゃないぞ。わずか数百万円で会社をクビにならずに済む。しかも綺麗な奥さんが手に入るんだ。奥さん。混乱して目がぐるぐるする。そうだ、初恋のタツキと結婚できるんだ。可愛い赤ちゃんまでおまけについてくる。お買い得だろ。確かにお買い得かも。お前じゃ一生結婚とかできそうにないだろ。最初で最後のビッグチャンスだぞ。僕ラッキー？そうだ、認めろ。タツキに薬を飲ませて孕ませたのは僕ですって。ちょっと待って。その時突然一人の女の子が声を上げた。当時クラス委員だったレリアさんだ。さっき今日本に帰ってきたって言ったよね。アンリ君、パスポートを見せて。レリア、余計な話をしないで。もういいだろ。アンリは自分の罪を認めようとしてるんだ。日本への入国履歴は今日、その前は11ヶ月前で1週間後に渡米。つまり7ヶ月前にアンリ君とタツキさんが日本で会えるわけがないのよ。あ、勘違いしてたわ。私がサンフランシスコに行った時に会ったの。ならタツキさんのパスポートを見せて、7ヶ月前にサンフランシスコに行ったという証拠を。ボイスレコーダーの声がアンリ君と似ていないと思ったのよね。セリフも説明臭いし。言われてみれば男の方、ネロの声じゃないか。カラオケで時々使っていた裏声ね。ネロって音痴なくせにミュージシャン気取りでさ、うまく見せようとして裏声を出そうとするんだよな。どさくさ紛れに俺の歌を批判するな。こうして僕の疑惑は晴れた。なんでこんなことをしたのか尋ねると、ほら、俺もタツキも遊びたいじゃん。でも金ないじゃん。アンリは大企業に就職したくせに仕事ばっかりで金使わないじゃん。もったいないから私たちが使ってあげようと思って。アンリも結婚できるんだし、ウィンウィンだろ。つまり僕を騙して慰謝料を巻き上げた上に、その後も ATM として活用しようと。私が悪いんじゃないわ、ネロ君が考えたのよ。あー、マイシルが空いて。楽して上級国民になれる方法ねえかな。私たちエフラン大学中退だからね。そうだ、稼いでるやつから金を絞り出すいい方法があるぞ。ごにょにょ。ナイスアイデア。夫婦生活は拒め、金だけもらって子供はアンリに押し付けて、あとは俺と遊べばいいんだ。未遂とはいえ結婚詐欺。ネロ君とタツキさんは警察で取り調べを受けることになった。俺は甘い汁を吸いながら歌って暮らしたかっただけだ。上級国民はみんなそうしているのに、俺が捕まるなんておかしい。働かずに遊びたいなら法に触れない方法を探そうね。ネロ君は悪いキリギリスになってしまった。その後僕はレリアさんからお説教を受けた。アンリ君は世間知らずすぎよ。このままだとまた騙されるわよ。面目ない。まあ勉強と仕事ばかりじゃダメよ。何かあったら相談しなさい。ううん、何かなくても普段からいろいろとお話をしましょう。レリアさん、こんなことに胸がときめいてしまうのは僕が世間知らずだからなのだろうか。あ、ん？アンリが欲しい。あなたがいないと私。エリ、どうしたの？
僕は高校生のアンリ。この通り陰キャなので友達はいない。もっぱら読書が趣味だ。フランス革命の頃の話はやっぱり面白いな。世界史が好きなので最近は中世ヨーロッパの歴史本にハマってる。中世の拷問具とか怖いけどついつい読んでしまう。ねえ、エリちゃんもカラオケ行こうよ。お誘いありがとう。でも今日は用事があるので。いいじゃん、たまには付き合ってよ。ちょっと男子、エリが困ってるでしょ。私が同行してあげるから。なんだよ、マリも行きたいんじゃん。うぃー、私と一緒ならいいよね、エリ。ウェーイ、決まり。エリさんは学校一のクール美女。人目を引くあの外見はハンガリー人とのハーフらしい。エリって肌白くて綺麗ですわね。化粧水は何を使ってるんです？いえ、私は特に何も。何もしてない子ほどそう言うよね。ずるい。そんなこと。いつもみんなにチヤホヤされてるのに、エリさんなんか寂しげなんだよな。ぼっちの僕は一度もエリさんと話したことがなかった。ところが体育の時間。行くぞ、ランマル。よっしゃー。えい。ふっ。あ、ごめん。アリくんだっけ？で、血が止まらない。大丈夫か、アリくん。ちょっと、二人とも。アリくんじゃなくてアンリくんでしょ。これで抑えて。一緒に保健室に行きましょう。私、保健委員だから。あ、ありがとう。アリくんいいな、うらやま。別の意味で話せそう。ごめんね、エリさん、お世話かけて。エリでいいわよ。それに体育は見学中だったし。そうなんだ。エリは体調は大丈夫なの？うん、ちょっと日差しが強いと辛くて。日差し？今日そんなに強いかな。ところでアンリ、いい匂いがするわね。僕が？ええ、顔をよく見せて。とてもいい匂い。エリの方がいい匂いするよ。ごめんなさい、私。何だったんだろう、今の。それからというもの、僕はエリのことを意識するようになってしまった。アンリ、この前は大丈夫だった？エリ、大丈夫だよ。ならいいけど、花のお世話してるの？偉いわね。僕、園芸員なんだ。花の手入れ好きでさ、昔から実家の園芸店を手伝わされてるからかな。園芸店を。アンリは親孝行なのね。でも最近は手伝えてないんだよね。去年から両親が軽視で新しい園芸店を開いたんだけど、ちょっと遠くてさ。僕は転校したくないから一人暮らしさせてもらってるんだ。あら、一人暮らしよ。それは寂しいでしょ。自由気ままな生活だよ。帰っても受験勉強に集中しろってうるさいしさ。いいこと聞いた。その後ゴールデンウィークに入り、僕は図書館で過ごしていた。ハンガリー王国の血塗られた歴史。次はこれを借りよう。めまいが。お姉さん大丈夫ですか？僕は女性に頼まれてタクシーに付き添うと豪邸に到着した。お礼がしたいのでどうぞお入りください。あら、アンリじゃない。偶然ね。エリ？ここエリの家なの？うちのサラがお世話になったみたいね。どうもありがとう。なんで不機嫌なんだろう。このサラという女性はエリの専属メイドらしい。エリ様、アンリ様におもてなしさせていただけますでしょうか？そうね、もう時間も遅いし、ごちそうするから今夜は泊まっていきなさいよ、アンリ。でもそれは悪いよ。アンリは一人暮らしだし、たまには賑やかに過ごすのもいいんじゃない？そうだね。じゃあ一晩だけ。こうして僕はエリと晩餐を楽しみ、豪華な部屋に泊まらせてもらった。エリのご両親は出かけてるのかな。あれ、この肖像がエリそっくりだ。借りた本にも載ってたような。翌朝、エリは屋敷を案内してくれた。わあ、こんなにバラが綺麗だな。庭師が急に辞めてしまって困ってるの。アンリ、しばらくバラ園の手伝いをしてくれない？もちろんバイト代は払うから。そうなの、僕でよければ手伝うけど。本当？助かる。
じゃあ住み込みバイトってことでよろしくね。住み込みで？僕はエリに強引に押し切られ、屋敷に居候することになってしまった。やっぱり園芸店のアンリは花の扱い上手ね。学校じゃぼっちだから花が友達さ。もういるじゃない、友達なら私が。いった。今日も日差しが強いわね。ちょっと休んでくるわ。今痛がってた。大丈夫かな。僕はエリの様子に疑問を持つようになった。エリの食事はいつもレバー料理が多かったり、太陽を避けて昼間は引きこもりがちだったり。それをしまって早く。ごめん。なぜか僕の十字架アクセを見て異様に嫌がったのだ。エリー、最近顔色悪いし大丈夫なんですかね。何か知らないですか。いえ、特に何も。そうですか。でもアンリ様が来てからエリ様明るくなりましたよ。幼い頃からご両親が仕事で忙しくてめったに会えないので、学校でも気を許せる友人はいない様子ですし。エリ、知らなかった。これって本に出てきた鉄の書状？汚れなき者よ。君は私のために全身から血を流すのだ。お前の血で私はさらに美しくなる。吸血鬼？やめてやめて。うわあ！アンリが欲しい。あなたがいないと私。エリ、どうしたの？落ち着いて。ごめんなさい、私実は吸血鬼の血を引いてるの。エリの話によると、16世紀の女吸血鬼と言われたエリザベート・バートリの血を引いてるというのだ。彼女はハンガリー王国の貴族で、若い女性たちを大量に殺し生き血を浴びていたらしい。吸血鬼だって？子供の頃は何ともなかったのに、成長するにつれ人の生き血が飲みたくてたまらなくなったの。レバーや動物の生き血を飲んでしのいでいたけど、もう限界で。そんなことが。ごめんなさい、アンリに近づいたのも、あなたは優しいから血を吸わせてくれるかもって思って、さらに協力してもらったの。でもこのままだとエリザベートのようにあなたを殺してしまうかも。どうしたら。わかったよエリ、僕の血でよければいくらでも飲んでも構わない。でもそんなことしたら。その代わり、もっとエリのことを教えてほしいな。子供の頃の話から何でも僕に話してほしい。アンリ。それからエリは子供の頃の両親との思い出をたくさん話してくれた。仕事が忙しい両親に心配かけまいと振る舞っていた様子だけど、やはり寂しい思いをしていたのだろう。それでこの前、お母様とお父様が帰ってきた時、お土産に。よかった、安心して眠ったみたい。そして翌朝。エリー、朝だよ、起きて。アンリー様、一体何をしているのです？え？嫁入り前のエリ様になんてことを。不潔です、許しません。うわぁ、サラさん、これは誤解です。痛い痛い。その後もゴールデンウィーク中はずっとエリと楽しく過ごした。結局エリは僕の血を飲むことはなかった。エリ様の病気のこと黙っていてすみません。エリ様の妙な噂が広まるのはまずいと思いまして。あの、エリは吸血鬼ではなく病気なんですか？はい、日差しや十字架を嫌がったり生き血が吸いたいという衝動はエリ様の寂しさによる心の病気だと思われます。吸血鬼なんてありえないですから。ですがアンリ様がエリ様の話を否定せずに受け入れたことで、エリ様の心は安定しています。アンリ様と過ごすことで心が満たされ、症状が収まってきたのでしょう。そうか、エリを信じてよかったです。これからもエリ様のことをお願いします。くれぐれも清い交際でね。わかってますよ。エリザベート・バートリは夫が存命中から残虐行為があったけど、亡くなってからエスカレートしてしまったらしい。仲の良かった夫を失い、寂しさから狂ってしまったのではないかと僕は思っている。アンリ、私アンリのことが好き、付き合ってください。こんな僕でいいの？エリ、
ううん、こっちこそ。こんな面倒な私だけど、アンリのそばにいたいの。ありがとう。僕もエリのことが好きだよ。これからもよろしくね。こうして僕らは正式に付き合うことになった。エリの症状も最近はめっきり減って、前より明るくなったみたいだ。あの夜、エリザベートの姿をエリに見た気がしたけど、きっと気のせいだろう。私、アンリの血は飲んでないけど、もっと温かいものをアンリからもらってるわ。ありがとう、アンリ。それは僕も同じだよ、エリ。ずっとそばにいるからね。ぼーっとしてんじゃねえよ、邪魔だ。あ、すみません。あの、八本木ってどこでしょうか。ああ、駅員に聞けよ。僕はアンリ陽一、田舎に暮らす25歳だ。長期休暇に友達のネロ君に呼ばれて初めて T 教にやってきた。小学校の頃、僕はネロ君と同じ M 県に住んでいた。でも僕は中学生の時に地方に転校したんだ。それからはずっと山奥の田舎暮らし。転校してからもネロ君とは友達で、いつか会おうって約束してたんだけど、今までなかなか機会がなかった。彼は今 T 郷に暮らしているらしい。よっ、久しぶり。ネロ君、よかった。ここまで来るのが大変だったよ。まあ、ど田舎から出てきたら驚くよな。あー、すごいな。こんな綺麗なイルミネーション見たことないや。こんな広い通りも信号も見たことない。お前、田舎者感丸出しだな。都会じゃこんなの誰も驚かないぜ。そうみたいだね。街中だってこんなにすごいんだ。ネロ君は一体どんな立派なところに住んでるんだろう。ここが俺の家さ。え、ここに住んでるの。そうだぜ。こんなところ T 郷じゃなかなか住めないんだぜ。質素な感じだね。ネロ君、家にあんまりこだわりがないのかな。ただいま。ああ、この子がネロの友達。ああ、はじめまして、アンリー陽一です。ネロの彼女のタツキです。よろしく。うわあ、なんだか開放的な方だな。まあ、茶でも飲んでくれ。ありがとう。まさかネロ君がこんなところに住んでるとは驚きだな。隣のカップルの声が筒抜けだよ。壁が薄いのかな。あー、腹減ったな。タツキ、飯でも頼むか。ネロは全然気にしてないみたいだけど、タツキさんは。そうね、アンリ君、何がいい。はあ、タツキさんも平然としている。しかし、目のやり場に。よし、これでデザートも注文完了っと。都会の人は何でもスマホで頼めてすごいね。僕は使ったことないや。え、お前、ウーバーイーツも頼んだことないの。これだから田舎者はマジ終わってるわ。ご飯とか毎日どうしてるの。コンビニとか。ああ、コンビニも僕の家の周りにはないから自炊かな。コンビニないとかやばすぎ。アンリ君の住んでるところ本当に日本。おいおい、タツキ、俺がアンリを呼んだのは、ど田舎生活のアンリに都会生活の素晴らしさを教えてやるためなんだぜ。そっか、私らマジいいやつじゃん。あ、すみません、料理のお届けです。はい。そういや、お前、都会でどっか行きたいところないのかよ。そうだな、あ、僕ネズミランド行ったことないんだよね。行ってみたいな。ランドに行きたいだって。さすが田舎者のアンリ君だな。僕みたいなのが行くのおかしいかな。いや、ランドとかマジ都会の人間にとっては自分の庭だし。ん？庭？じゃーん、年間パスいいでしょう。え、これ持ってると入園し放題なの。すごい。でも高そうだね。二人で20万だぜ。20万、高い。いいのいいの、大人だからクレカ払いでオッケー。そうそう、今を楽しまなくてどうすんだ。私はフリーターだけど、ネロは会社員だからボーナスもあるし。あ、ネロ君、普通の会社員って聞いてたけど大丈夫なのかな。
まあお前にはパスとか関係ねえ話だよな。田舎は遊ぶとこなくてかわいそう。ああそうだね。翌日。ああこのお土産新作じゃん、買っちゃおう。あとこれとこれと。グッズっていっぱいあるんだね。そうそう、私たちくらいのレベルになるともうアトラクションとかパレードは興味ないんだよね。それな、俺らにとってはただの散歩コースだし。そうなんだ、僕はいろいろ見られて楽しいよ。うわーこのバッグかわいい、ネロ買っていい？いいぜ、田舎じゃこんないいもの売ってねえだろ。そうだね。うわーこれもかわいい、こっちも欲しい、買って。わかったわかったって。おいおい、もう眠いのか、夜はまだまだこれからだぜ。ごめんごめん、田舎の夜は真っ暗だからこの時間にはもう寝てるんだ。マジで？小学生みたい、ウッケる。なんだ3日間早かったな。哀れな田舎者アンリ君の都会体験ツアー終了、感謝しろよ。はあ、いろいろ見せてもらってすごく楽しかったよ。まあいいってことよ、今度はお前のど田舎の家に俺様が遊びに行ってやるよ。え、僕の家に？それはちょっと、僕の家田舎だし。大丈夫、ど田舎に誰も期待してねえから。ああ。そして1ヶ月後。ったく、1日に1本しかバスねえとかやる気あんのかバカ野郎。でも楽しみだな、あいつが田舎でどんなみすぼらしい暮らしをしてるのか見てタツキに報告してやろう。だがあっちもこっちも山、あいつの家は一体どこに。あ、すみません、この辺にアンリっていう人の家知りませんか？知ってるも何も。この山はアンリ様のお屋敷のお庭だよ。わしらここの使用人だから。え、ここが庭？っていうかアンリ様？アンリの旦那様、若いのに田舎でビジネスをされてる偉い方なんだよ。ビジネス？あいつがこのど田舎で？勤め先は都市の大企業なんじゃが、毎日田舎からテレポートしとるんじゃ。テレワークよおじいさん。最近の若い人はどこでもお仕事ができてすごいわね。人が住まなくなった旧家のお屋敷を買い取って住んでらっしゃるんだよ。母屋へ案内するから。何？屋敷を買っただと？だがこんなど田舎の人間が言う屋敷なんて、庭が広いだけで大したものじゃ。なんだこりゃ。あ、ネロ君、来てくれて嬉しいよ。バスが少なくて大変だったでしょう。おう、まあな。くっそー、アンリのやつ、こんな豪邸に住みやがって。だが家を買うくらいなら誰でもできるさ。とりあえず上がってよ。おう。部屋はいっぱいあるから、よかったら好きな部屋使ってよ。おう、じゃあこの部屋に。どう、僕の家気に入りそう？はっ、どうだか。まあ確かに外観は立派だよな。こんなど田舎の家、見てくれは豪華でも周りには何もないだろう。どうせこの押し入れだって空っぽさ。なんじゃこりゃー。はあ、ごめん、そこにバッグとかしまってたことを忘れてた。こんなハイブランド、なんでお前が。田舎じゃ売ってねえだろ。今は通販で何でも買えるからね。宅配のお兄さんにドローンで運んでもらったんだ。実はブランド物は全然使わないんだけど、取引先の社長さんにどうしてもっておすすめされちゃって仕方なく買ったんだ。へぇ。旦那様、バイクの手入れが終わりました。何？バイク？ああ、そうそう、明日一緒にツーリングに行こうと思って。なんでこんなにいいバイクが？ああ、何か趣味を持とうと思ってツーリングを始めたんだ。田舎だからネズミランドみたいな娯楽もないし、バイクで温泉巡りするのが楽しいよ。じゃあお前もローンの返済で大変なんだな。いやー、それが実はキャッシュで買っちゃったんだ。そうだ、近所に僕が経営する森カフェがあるんだ。地元の人にも人気があるから、よかったらネロ君も見に来てよ。はあ。
くっそー、何が森カフェだ。どうせカフェと名乗った者勝ちみたいな掘ったて小屋だろ。しわくちゃな田舎ババアがお茶を出すくらいの汁物に決まってるさ。いらっしゃいませ。ネロくん、紹介するよ。彼女はマリ、この店のソムリエさ。なかなか優秀で、この店のことは。マリさん、なんて美しいんだ。ありがとうございます。マリさん、こんなど田舎にあなたはもったいない。僕と一緒にティー教へ行きましょう。いいえ、それはできません。私、アンリの妻なんです。うが、なんだと、この美人がお前の妻だと。ああ、言ってなかったっけ。おーい、アンリくん。ああ、金持ちじいちゃん、どうしたの。大物のイノシシが取れたんじゃ。客が来るって言っておったから、ボタン鍋でもてなそうかと思って。はあ、じいちゃんありがとう。じゃあ早速料理しちゃいますね。くっそー、都会に住んでる俺の方が絶対スペック高いはずなのに。都会人間の俺様が田舎者のアンリをバカにしてやるはずだったのに。おい若い人、もっと食べなさい。都会じゃイノシシなんてめったに食えんじゃろ。後日。変わった方でしたわね。無事にティー郷に帰れたかしら。田舎料理をたくさん振る舞えてよかった。でも、どうしたの？ネロ君みたいな都会の人から見ても、マリちゃんは素敵な人みたいだね。マリちゃん、本当は都会に行きたかったんじゃないの？え？都会と田舎、どっちがいいか比べるなんてやぼ。私の居場所は、あなたのと、な、り。マリちゃん！その頃、ああ疲れた。くそ、なんだよアンリのやつ、この俺に見せつけやがって。こうなったら SNS でもっと高級な都会の魅力を自慢して。お、タツキから LINE？ ごめんね、ネロがど田舎に行ってる間に寂しかったから新しいカルピ見つけちゃった。なんか有名な会社の社長なんだって。今までありがとう。クレカの請求書はよろしく。は？あの女ふざけんな。っていうか、俺のカードに請求？え、これゼロが1,2,3,100万超えてるじゃねえか。ギャー！今日の動画はいかがでしたか？コメント欄より動画の感想をお待ちしてます。